かくのすぐそばにね、うまい棒のショップがあるらしい。これだ、うまい棒限定。なんか珍しいうまい棒とか買えたりするんだったらそれは面白そうだけど。確かにめちゃくちゃいろんなうまい棒あるけど、まあ見たことある味ばっかかな。店内めちゃくちゃ綺麗だから新しいんじゃねえかな。これ2階です。ガチャガチャコーナーか。まあ特にそんだけだな。別にうまい棒に関わらずいろんな駄菓子があるな。普通に駄菓子屋さんみたい。ちなみに俺はこれ大好き。見たことねえなと思ったら当たり前だった。ほらつい最近だ、オープンした。はい、せっかくなんで買いましたよ。もう本当に久々自分の金で買ったの。お前もめちゃくちゃ日本語下手くそだったな。全部統治法みたいだった。3本買って、自分が知ってる中で一番うまいと思ってるコーンポタージュ、そして食べたことない気になった味2本、シュガーラスクと牛タン。なんだそれ。シュガーラスク何、甘いの。甘いけどもちろんだけど、ラスクには到底届かないけど普通にうまいぞ。牛タン塩味。後味かなり牛タンだ。いやこれガリガリ君とかってたまに変な味出すやん。それよりうまい棒は再現度高くてちゃんとうまい、美味しいもん。別に変じゃない。